はい。台はピアラブです。バーレスク東京やバーレスク東京名古屋店の経営者が逮捕されて話題となっていました。えー、なぜね、今までバーレスク東京やバーレスク東京名古屋店などが、えー、摘発されてこなかったんだという疑問の声が 上がっていました、えー、これに関してなんですけれども、えーまあ、一部のね、これツイッターなんかで弁護士の人が、えー、この摘発されたのはね、えー、この接待営業に関するところが理由だから、えー、このいわゆる1号許可を取っていれば摘発されなかったっていうふうに解説をしていたんですね。 うん、しかしそれはね、全く間違いですね、うんえ。何が違うのかって言ったら、それはね、表面的なことしか見てないんですよ。うん、あの確かにね、1号許可があれば、接待営業ができるえ。つまりこれはキャバクラなどと同じ扱いになるのでね、あのできるっていうことはそうなんだけど、この1号許可があってもね、 警察が摘発するしないっていうのは、ものすごい恣意的なものなんですよ、警察の。うん。だから、一号許可を取っててもね、警察が、えー、この一号許可違反ってことで、例えばね、迷惑行為があったとか、広告の、えー、細かいところをついてね、摘発するなんてことは全然あるんですね。うん。えー、この一号許可っていうのは、 えー、これこの公選法みたいなもんでね、警察がものすごいこれ恣意的に運用できるんですよ。うん。だから、あのー、そこの問題ではないんですよ。一号許可があったらされなかったっていうことでは絶対ないんですよね。うん。えー、じゃあ何なのかっていうことなんですけれども、あのー、 これね、バーレスク東京とかっていうのは、今までを見てればわかるようにね、もうテレビに大々的に出たりとか、雑誌にも出たりとか、あのー、本当にね、YouTube でも大々的にやってたりとかね、その、何ていうかな、無許可でやってるっていう、この、あのー、悪びれ感は全くないんですよ。うん。あの、むしろこれ大々的にね、えー、捕まるわけがないっていう、この覚悟でやってるわけですよね。 うん。じゃあなん、なんでね、そんな捕まるわけがないっていう覚悟があるのかって言ったらですね、えー、このバーレスク東京とかバーレスク東京名古屋店、バーレスク名古屋のね、えー、とかバーレスク大阪のこの上部組織が、えー、創価学会及び統一協会なんですよ。うん。だから、今まではね、これずっと摘発されなかったんですよ。 うん、なぜかって言ったら、総価学会とか統一協会が、もう警察を全て押さえてたからなんですよ。うん。あの、多分ね、これ麻布署は今でも抑えられてるから、だからこれ麻布署は動いてないですよね、今回も。うん。動いたのはこれ、愛知県警なんですね。うん。だから、あのー、なんていうのかな。 もうアザブ警察は総科学会に完全に抑えられてるんですよ。うん。ね。だから、その、今まではね、全く、えー、その摘発されることもないし、えー、経営陣もね、もう安心して、えー、やってたわけですよ。うん、えー。しかしですね、じゃあなぜそれが変わったのか、摘発されるようになったのかっていうところはですね、まあ一つは、 え大きなこれターニングポイントとなったのは、えー、この山上によるですね、安倍総理丸事件なんですよ。うん、これによって、えー、安倍総理や統一協会のこの問題というのがですね、明るみに出たんですね。うん、今まではこれ報道、報道陣ね、マスメディアでさえ報道できなかったんですよ。うん、だから、 あの、山上の件だってね、ずっとこのマスメディアは統一協会のこと言わなかったですよね、うん。で、ちょっとネットなんかの方ではだいぶ盛り上がってたけど、その、マスメディアはずっと言わなかったんですよ。うん。それぐらい、この統一協会、安倍総理の問題っていうのは大きかったわけですよね。うん。で、さらにですね、この、 あのー、そこで統一協会にメスが入った。さらに、えー、もう一つね、二つの大きな山があって、もう一つの総価学会ですけど、えー、こっちもですね、あの、つい最近、池田大作さんが亡くなったんですね。うん。それによって、やっぱりね、この、警察への圧力というのが弱まったわけですよ。うん。その、やっぱりね池、池田大作さん、 が、やっぱりこれ存命っていうことになると、もうね、なかなか警察も動けないですよね。うん。っていうところがあって、今まではもうこれは全く手出しできなかった、正規だったわけですよ。うん。しかし、ここがね、えー、この山上事件と池田大作さんが亡くなったということによってですね、警察が動きやすくなった、あということで、 えー、メスが入ったわけです、うんまあ、ただね、これは、はっきり言って、おそらくもうき不起訴の可能性がかなり高いと思うし、うーんもうー、依然としてこのね、創価学会、統一協会などのこの勢力というのは大きいので、あのー、なんていうのかな、えー、っと、 おそらくはすぐに出てきてまた再開するのではないかなっていう気はします。うん。そう。なので、これ1号許可があればとかいう問題では全くないんですよ。うん。なんでかって言ったらね、例えば、あの、それこそね、無許可でね、ずっと接待営業をやって、で、もう、あの、それこそね、深夜の3時4時とかまでずっとね、西麻布でやってたレトルフとかね、 ディグリースとかね。あんなのはもう完全に違法な営業なんですよ。うん。だけど、これもね、総価学会なんかが抑えてるから、麻布署は何にも手出しができなかったわけ。ね。で、警視庁とか警察庁も手出しができないから、ずっと20年、ね、これ30年ずっとやってたわけですよ。うん。そう。だから、 あのー、許可があればとかいう問題ではないんですよ。うん。それをね、抑えてる総価学会とかね、そういう勢力があるから、摘発ができなかったんです。ご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。